人と人とのつながりっていうことで、築地の今日のこの一匹だけすごくいいよっていうのをポイポイポイと取ってきて、美味しい魚が買えるっていうのがうちのいいところ。主人は20歳の時から築地に毎日通って、人と人とのつながりっていうことで、とにかくコロナの間も毎日市場に朝行って何かしら買ってっていうのを続けてきたので、その日の美味しい魚っていうものが、今日のこの一匹だけすごくいいよっていうのをポイポイポイと取ってきて買えるっていうのがうちのいいところっていうか、本日のおすすめがあるっていうことで、前もってメニューに何々何々って書いてあって、それを仕入れるとそのものが値段上がったらあげなきゃならないとか、そのものがダメでも絶対に出さなきゃいけないとか、そういうお店が多いと思うんですけど、うちはそのメニューに書いてあるけど今日はありません、でも書いてないけどこれがありますっていうのでずっとやってきたっていう感じですね。